こんにちは、がんばるジムの瀬川です。今日はダウンドッグをした時にかかとがつかない人のために、練習方法と、コツについてお話ししたいと思います。ヨガを始めて結構初心者の人だと最初にぶつかる壁として、ダウンドッグをした時にかかとがつかずにこう浮いてしまうっていうことがあります。ふくらはぎの硬さなんかも、もちろん原因としてあるんですけど、まあ、その練習方法として、ダウンドッグの形の中で、コツをつかむと、ダウンドッグを練習しながら、ふくらはぎがもっとこう柔らかくなるっていうことができるので、その方法についてご説明します。これダウンドッグから、持っていけばいいんですけど、この状態から一度つま先で両方起こして片方ずつつきます。上げて下ろしてっていう風に、これを足踏みとして繰り返してください。で1回、ついてる時間は、まあ、5秒前後ついて右左っていう風にするのを繰り返し、まあ、スタジオでは実際僕の練習の中でも、5秒ぐらいついているのを10回繰り返すようにしています。そうすると両足でやるよりも片足ずつなので、しっかりと伸ばす状態が作りやすくなります。注意点としては、そのままこう入れ替えるのではなくて、一度しっかりと上げてつく、上げてつく、上げてつくっていうことを意識してください。でこれをやると本当に結構今までつかなかった人なんかでもつくようになるので、試してほしいなと思うんですけど、まあ、何個か、コツと注意点があって、これをやってもふくらはぎがこうパンパンに突っ張ってしまって、動きが止まってしまうという人がいます。そういう人のために2つ、意識をしてほしいなと思います。かかとをつこうとしてこう重心が後ろにこういう状態になろうとするとあまりこうつかなくなってしまいます。かかとをこうつこうとしたときにつま先が上がるので、実際こうかかとをつこうとしたときも重心が後ろになるのではなくて、かかとをつけばつくほどすねはこう逆に前に倒れていくイメージです。つま先がかかとを下げるとつま先が上がるイメージを足をついた状態でするようにしてください。これが1点ですね。足首の、動く感覚を意識するっていうのが1つあります。でもう1点は、手で押した力とか反対で押した力も使ってこれをしようということです。なんとなく足を上げてこう足を踏むだけじゃなくて、下ろしていくときに手で押した力で足を押すようにしてください。で逆に、こうかかとを踏んだときは手に力が戻ってくるように意識します。でこれは手と足の関係だけじゃなくて、前足、この浮かした方の足でもかかとをつく方の足を押すようにしてください。そうすると手足の力でふくらはぎを、伸ばす、かかとをつく動きをすることになります。そうすると全身の、連携、手足のこう力がこう行ったり来たりする感覚ができるので、ただふくらはぎのストレッチじゃなくてポーズとして、体のつながりっていうのを作るのも上手になってきます。これのイメージなんかは一本足のダウンドッグとかもそうで、足で押した力でこっちを出す、逆に例えば壁なんかを使って壁を押す力、手で押す力でかかとをしっかりとつけるっていうのをマットだけでやるとこういう動きになります。結構、こういう感じでかかとをつけようとしたときに、重心のこととか、全体のバランスのこととかが身についてくるので、ただ単純に、ふくらはぎのストレッチをして、ダウンドッグつきやすくするっていうのをちょっと超えて、もちろんそれも大切な方法なんですけど、ダウンドッグという形の中から、ヨガで得られるいろんなものをこう学びながら、感覚がつく道筋をやってみると、練習してみると結構気づきが多くて、またこれも面白い
やり方かなと思うので、よかったら、ダウンドッグでかかとをつけるのが苦手な人は今日紹介した練習を試してみてください。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように、また次回のレッスンでお会いしましょう。